続いて今度はリング街、リング街の小銭の皆さんのねちょっと面白いエピソードなどをですね、ファンの方にお聞かせいただけたらなと思います。面白いエピソードですか？え、あれっていいじゃん、なんちゃんのあれ、いや、あれはダメだよ。聞きたい。それはダメです。いや、なんか本当に間抜けだからいっぱいやらかすよね。そう、なんでそんなやらかしてる。だいたい集合時間に間に合ったことは 99% ないね。本当に申し訳ございません。本当に準備とかさ、集合時間とかさ、そこだけは超ロースピードだよね。本当に主に どんな理由で間に合わないんですか。私準備がめちゃくちゃ遅いんですよ。朝11時にあの会場入って3時の試合開始までずっと髪の毛やってるんです。やばいやん。でも自分でもどこを何やってんのかなと思うぐらいずっとブラシ持ってるんですよね、なんか一向に準備が終わらなくて1時間後に見ても何も変わってない。そう。気を失ってんの。気を失ってなんか違うじゃん。あれ、2023年はやめた方がいいよ、そんな言うの。2023年は遅刻しない。絶対無理。もう絶対に無理。頑張ってください、頑張ります。